ものすごい綺麗な西日とともにオープニングを撮影させていただきます。茨城探偵団佐原東店さんにやってきました。今日の企画は新景品取りまくるっていう企画です。新潟でイベントさせていただいたんですけど、その際に15分しか来れないって段階で来てくれた視聴者さんが、僕の女性キャラの推しトップ3は3位が宮園香里ちゃんで、2位が北川麻凛ちゃん、1位が牧瀬クリスですっていう、めちゃくちゃね僕と好みの女性が被りまくってる視聴者さんが来てくれて、はい、感動しました。今度熱く語りましょう。それ以外にもね、古賀遥ちゃんとかイレーナとか小手川結衣ちゃんとか椎名真昼ちゃんとか、めちゃくちゃ僕の好きなキャラ他にもいっぱいいるんで、もしよかったら皆さんの好きなアニメ女性キャラクターを3人もしよかったら皆さんコメントしてください。それ見て僕は楽しみ合わせていただきます。でもし女性視聴者さんは好きな男性キャラクタートップ3もしよかったら書いてください。それ見て僕も楽しませていただきます。ということで、サバラーズマ店さんの魅力はちょっと前の人気景品、及川先輩も残ってたりするんですよ。これがねめちゃくちゃサバラーズマ店さんの魅力で、ちょっと前の景品も残ってる。センスは磨くもの、才能は開花させちゃうもの、今日めちゃくちゃ開花させていきたいです。よし、いろんなキャラクターいましたけど、かなおちゃんもめっちゃ好きなんで撮ってきます。かなおちゃんは絶対欲しい。いけ、日本掴み。うわ、ブルーアイズホワイトドラゴンからやっていきます。ちっちゃい頃ね、遊戯王めちゃくちゃカードゲームやってたんですけど、父親に買ってもらいました。ブルーアイズホワイトドラゴンのカード、懐かしいな。あれ、アームが滅びのバーストストリームする。久々と思ってみます。あんま効果ない。寄せ甘みでうまくなんか捉えて斜めにはまって差し回しが一番早いのかなとは思ってるんですけど、アームパワーが滅びのバーストストリームしてる。じゃあ箱の端っこ触ってみます。こんな感じで、ほんと端っこ、よしか、これでずり上げれば取れそう。奥の滑り止めのないバー乗りました。勝ち筋が見えました。よし、来た、よし、やりました。奥狙ってなかったら僕の財布が滅びのバーストスリム食らうとこでした。危ない。及川先輩やっておきます。最近ヌードルショッパーは僕の流行りなんですけど、なんか両アームで両手目使って重心に持ち上げて動かしていくっていうのがハマりです。こんな感じで今左アーム4つたんで、左が手前行ったんで、また同じ感じで繰り返して、寄せすぎても角度つきすぎちゃうし、だからあんまり寄せずに両爪で真ん中よりもほんのちょっと手前ぐらいで、こんな感じでちょっとね左行き過ぎちゃったんですけど、これ寄せマックスです。もうちょい右アーム寄せたかったんですけど、ちょっとでも回れば、奥沈んで手前の高さのアルバで乗ってるんで、なんとかもうちょっと奥を剥がしたいんで、さっきのめっちゃ手前気味で、ちょっと手前釣り上げてあげるぐらいのイメージで、全然変わんないんで奥狙います。マークロスぐらいで右爪だけ入れて、左爪だけ入れて奥を剥がして、これで完全に両面が手前の滑り止めのない場乗ったんで、これで今度は両アームを奥に入れて釣り上げます。釣り上げられない時もたまに来るんですけど、問題なく行きました。ナルト君行きます。ナルト君なんかね、難しそうでしたけど、とりあえず立たせてみます。腕立って払っています。結構寄せて、できればバー停止したい。あ、バー停止の千人モード、だいぶ激アツ。よし、全然熱くなかったっす。これもさっきのヌースティックっぽい感じで、なんかハマるまでは寄せ甘めで、ちょっとこれ手前ハマんないかなって感じで、あー、でもバー停止はまずいな。千人モード入っちゃった。これ裏もいいんですよね。
ポジション的には非常に良くないんですけど、それでよく回らないかなと思って、でバーとして千人モード。来た来た来た、本当は奥角回したいんですけど、 L アームで佐原東さんの場合、なんかこの側面から回してあげた方がゲット率が上がるイメージ。もうちょい手前だったな。やらかし、今のは多分裏重心だから倒れちゃったって感じで惜しかったですね。サーラーズマさんの場合手前の差ができるはず。あ、これやった。サーラーズマさんの場合手前に完全に乗ったら多分帰って取れるはず。いけ、よっしゃ。ちょっとね、そろそろね可愛いキャラクターしたいなと思って、この狼と香辛魚って読むのかな、漢字弱くてなんか読み方不安なんですけど、これやります。やりかけなんですけど、左手前に隙間あるんで、これスーパーラッキーチャンスで、及川先輩みたいになんか寄せすぎず両アーム使うイメージで、真ん中で若干奥持ってバランス化するって感じです。そうすると手前はまります。結構今のはね再現できないです。マグレなんで、まぐれなんで、まあ、おすすめしないテクニックです。左読みをしていきます。よし、来た。ひまわりっていいですよね、普通に。で手前抜きつつの最終的にはずり上げかなっていう取り方していきます。よし、どっかのひまわり畑行く機会あったんですけど、行ったらもう終わってたっていうね。ひまわりに対してあんまりいい思い出がないんですけど、今景品取れてすごいいい思い出になりそうです。ひまわり畑一緒に行ってくれる人いないんで、ぬいぐるみと一緒に行こうかな。辛いの好きなんで辛ラーメン行きます。左側を手前に引っ張ってくれる。全体的に手前に来ましたね。最終的に角度つけたいっていうのが目論見なんですけど、右アーム寄せることで右側を手前に引っ張れないかなっていう、こんな感じで。右側手前行ったんで、左アームして奥狙うと左側を右側に振ってくれるんで、必然的に辛ラーメンが横になるっていう、そう、こんな感じ。ちなみに僕蒙古タンメンだったら味噌ラーメンってやつがめっちゃ好きです。味噌ラーメンに背脂と粉チーズトッピングがマジでおすすめです。飛びます。よし、左アームちょっと箱に対して乗ってるじゃないですか。こうすることで奥を右に振りつつ、右アームで箱を手前に引っ張るっていう。今のは多分持ちすぎたっていうのが原因なんで、もっと左アーム寄せた方がいいっていう、そういう合図。もうちょっと左アーム寄せて奥、いい気がします。今のは右アームが入るの遅かったんで、あんま手前に引っ張ってこなかったっていう。これね、意外と微調整が難しいんですけど、覚えるとなんか楽しくなってきます。じゃあこれ完璧です。この位置は最高。よし、次でいけそうっすね。このまま奥持っても落ちるんですけど、サワラズマさん設定いいんで、僕はね今気分的に推しでした。本当気分なんですけど、浮いてる角グッて押さえて、やべ、手前の線になっちゃう、手前の線になっちゃう、やめろやめろやめろやめてくれ。うわー、手前の線になっちゃった。やりました。もう最近今更なんですけど、ゴジラの映画見たんですよ。感想といえば、浜辺美波さん可愛い、可愛すぎる。ラストのシーンの最後の方に断像、ナルトの断像みたいな格好で登場するんですけど、それも可愛い。奇跡の子っていう感じで、難しい箱やっていきます。しかもめっちゃ感動しました。ゴジラ時代多分見るの初めてなんたんですけど、その神木くんとかが主演のやつ、ゴジラってあんな感動するんだと思って、端っこ掴む作戦がいいのかなと思って結構奥目にしました。あ、これ角、なんかそれっぽいっすね。
若干こっちに傾いてるんで、こっちにはすげえ倒れやすいんで、こっちには倒したくないんで、左網を奥に割って手前に投げます。うん、そうすると滑り止めの刃に寄るはず。浜辺みなみさん、全然イメージと違ったけど奥のには乗りました。ズレ上げます。よし、けどいや入ってないな。使うしかないですね、あの技を。左をあの角に上げて釣り上げるっていう。よっしゃ、左角持ってます。上げろ。全然失敗。もう一回ちょっと奥で奥めにして、しっかり両アームで手前に投げてみます。すごいこっちには転がりやすい、多分重心というか形なんですよね。だから全然失敗だって。地獄。意外とこういう縦ハメが来たわ。意外とこういう縦ハメでいけましたね。チョッピーやってきます。チョッピー、チョッピーは立たせてもいいんですけど、軽すぎだったんで、なんか両アームで持つと手前か奥どちらかの高さのあるバーに当たって、ハンドルどっちかはまんないかなっていう作戦で行こうと思ったんですけど、高かねえ。よし、臨機応変に行きましょう。手前払って、はい、ゲット。位置はいい。このパターン、頭がめちゃくちゃ重たいんで、手前のピンクバー奥に右アームをギリギリ入れる。これで投げるってたまにあるんですよ。全然ない。吐かない。ちょっと吐かないです、今。角度ついてるんで、寄せ甘めで投げるみたいなことしたいです。爪の真ん中を持って、爪の端に合わせるぐらい。それでなんか、両爪使った目安で動かしてくれる。倒れることなく角度がつくって、腰がつくんですよね。で、頭が重たいんで、グッと押せたら取れるんで、ちょっとごめん。いきます。うわー、惜しい。ちょっといけるな。回ったんで、クリティカルヒットしたら。あー、全然。やばい。危ね、クリティカルヒット待ち。いけってなよ。うわ、はかね。奥の滑り止めのないば乗ったんで、今足はできなかったんですけど、手前ちょーんって外せば、はかねっていう動きが、うん、よし、これめっちゃいいです。多分横にしただけで落ちますもん。もうちょっと左がバー打ち入るとできる技があるんですけど、やっちゃいますか。これ藤野さんから教わったんですけど、バランスキャッチするみたいにこうやって持つんですよ、奥を。そうすると左が奥外してくれるっていう。全然やばい。藤野さんって言っちゃった、ごめんなさい。はかねって、これ危ね。寄せ甘めダメだったら寄せるみたいな、もうダメだったら違うことやっていくスタイルでもいきます。来た。最近片編み尻がいいとかって僕言うんですけど、まあ、あれって加工下まで行くやつ限定で、これ途中止まっちゃうんですよ、加工。こんな感じで。だからこういった場合は両アームがいいのかなと思って、全然ダメだった。危ねやばい。頭も重そうだったんで、一回あれも狙ってみます。右アームをグッて滑らせて奥に入れて、あの背面を起こしてあげるみたいな。あー、来た。やりました。気持ちいい。今の落とし方めっちゃ気持ちよかったです。日が暮れる前にこんなたくさん取れちゃいました。ちょっといい感じの夕日とともに、エンディングを迎えられて最高です。じゃあちょっと、美味しいラーメンでも食べて帰っちゃおうかな。